愚痴というか、あ、はい、そんなもんいっぱいあるよ、みんな物申し、いや、じゃああなたに物申し、あなたに、あなたに、これちょっとはっきりさせておきたいんだけど、あのカメラ回ってないところで言うのもなんか、はい、ちょっと違うな、雰囲気悪くなると嫌やから、やっぱこういうところでちょっと冗談にしながら、でも言いたいこと言いたい、はいはい、いや、それはもう言っていっていい芸歴にもなってきてるよ、全部、思ってること言った方がいいでしょ、それはそうです、移動とかって、はいはいはい、まあ、大阪とかだったらやっぱタクシー移動になってくるのね、はいはい、まあ、我々は、はい、で、それぞれタクシー呼んで、はい、まあ、このタイミングで次の現場行ったりするんやけれど、はい、例えばやけど、はい、後輩とかのライブに呼ばれた時とか、はいはいはい、で、その NGK、名古屋の会議からその後輩のライブ会場までタクシーで移動する、はいはいはい、ってなった時に、俺はもうバカじゃないから、うん、ライブの制作費がそんなにないっていうことぐらいわかるんだ、うん、ああ、なるほど、そんな後輩の、ね、そう集客とかもね、あるやんかで、はい、領収書なんかそんな切っちゃうとさ、しかも2台分切っちゃうとさ、はい、確かに確かに後輩に幸せがいくわけやから、うん、だから俺その時はね結構ね、偉くて、はい、2人一緒に行くんですよ、ああなるほど、1台のタクシーで、なるべく予算を抑えよう、そりゃそうです、ね、倍かかりますっていう、そういう時とか結構ふた、まあ普段あんまないけど、そういう時だけはなんかこう、はい、2人で一緒にタクシー、はいはい、1台タクシー行く、はいはいはい、でマネージャーもいないよ、大阪とかだったね、あ、じゃもう完全に2人、完全に2人で時間合わせて、うん、タクシー乗って何時にロビー集合なみたいな、そうそうそう、はいはい、で現場に行って、はい、降りるんやけど、はい、あれなんかカジュアルが俺、まあ、立ち位置的に、はい、あといつもこっち側に座らはい、はい、だからタクシーでこっちのドアが開くから、はい、先に降りられるけど、からいつもあれお会計毎回俺がしてるけど何も言わずに、いやいやいや、俺はいや、ありがとうも何も言ういやいや、俺はなんとなくふわーっとやけど、うん、そうやのあとは言うてるそれ何の音出てるなんかあれ毎回あれ難しいのよ、うん、これは、はいはい、払わって話すと、はい、もう僕らデビューから西野が払ってるんですもうそれはそうなんです、はいはいはい、で序盤はもう覚えてないけど、はい、1年目にやめとけたら言うてたと思うね、はいはいはい、ありがとうみたいな、ありがとうとか、そう、西野が払っ、いや、なんでも西野から俺払っとくわとか言うてくれてたと思う、それがやっぱりもう年月過ぎるってくるとこうなくなってくるわけですよ、うんうん、でも俺は言ってるから、何を言ってんの、はい、それ何やオーファイスっていうオーファイスでは俺ありがとうだって取れないよ俺やっぱりちゃんとしてるから、そういうのしてないな、オーファイスって言ってるありがとうとか、ええのとか言ってる、いや、それは確かに言うた方がいいけど、当たり前のようにお前降りて何も言わんとやで、じゃあタクシー運転手着きました、はい、それがもう、なんかな、はい、ちょっとそれで、っていうイメージがあるこれはあかんよ、それはまあ、俺もセーブしてるイメージがあった、全然着きましたよ、だからそのフォーファイスっていうのはお前ずっと言ってるフォーファイスって音出してる、いや出してたとしてもや、はい、お前がフォーファイスって音出してたとしても俺はそれはありがとうとは翻訳できんわ、フォーファイスとしか入ってこない、なんでこいつフォーファイスって言ったのあれなん、もう17年間ずーっとお前あの感じやってるけど、あれなんで俺が出してんの毎回もうじゃあ俺トロサーモンの久保田のあの「ありがとうございます」ってやつ録音しといてそれなんだっけ、いや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 れよそれやってくれたら俺全然笑ってそっちでもカロリー高そうやからいちいち話さなきゃいけないからありがとうございます、それそれやったら全然いいよお前にお金落とすありがとうございます、これはもう永遠のテーマね、そこはちょっと待って。